ンバリンバリンサンダーシュワシュルルルンサンダー闇を引き裂く稲妻が俺の叫びだ雄たけびだ緑の地球を守るため宇宙の魔王デカンダをとことんまでにやっつけるサンダーマスクは宇宙の勇者だサンダー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 マスクコウイチはこれから起こるであろう事件を前もって知ることのできる超能力の持ち主であった。みんな聞いてくれ。何ですか命くん。バラジュードンが宮の森団地に現れるんだ。バラジュードン。バラジュードンっていうのは8000年も前に地上から姿を消してるんでしょ。悪い夢でも見たんじゃないのか。地層感知装置には何の反応も出てないぜ。いや確かに宮の森団地の広場へ現れるんだ。それは大変だ。各パトロール隊の矢野さんに連絡しよう。バラジュードンはどこなの。ええ、それがよくわからないんです。なんだいなんだい。いい加減な話で我々を引っ張り出されちゃ困るぜ。いい加減じゃありません。確かにここへ現れるはずなんです。ここへね。実に平和な風景じゃないかね。この本に書かれているように地球の奴らをやっつけるのだ。バラジュードンよ、いよいよお前の眠りを覚ます時が来た。行け、バラジュードン。何事なんです。命君が言っていたのはこのことじゃありませんか。完結線とも思えないが。温泉だとしたら市民にとって一大ビッグニュースじゃありませんか。隊長、調査によればこの辺りから温泉が出る根拠は全くないそうです。そうか。あ、
さん、今度の事件だったこの漫画の本に書いてある話とそっくりだよ。なんだって？ほら勝也君、君はこの矢野をバカにするつもりかね。いやしくも私は科学パトロール隊の隊長だよ。こんな漫画の本で事件を解明したとあっちゃ松代までの恥だよまあ参考に読めというなら読んでみるがね。いや大問題だ、全く同じじゃないか。でこの続きはどうなるのかね。また来週出るよ。来週か。いやありがとう、早速この漫画家に会ってみよう。この続きが問題だよ。じゃあ矢野さんも自分の言ったこと忘れちゃって困るな。いやしくも科学パトロール隊の隊長が漫画なんかに頼るなんてね、単なる偶然だよ。漫画の通りに事件なんか起こるわけないよ。でも佐山さん、本当にそっくりなんだよ。我々は団地のバラ柔道を貸しするんだ。よー隊長さん、ちょうど次の原稿ができたところです。さあご覧ください。いやーまたまた人気沸騰間違いなしどうぞお書きください。いやーこのバラ柔道の収益を出してからもあっという間にスターになっちゃってね、ファンレターも来るわ来るわ、もう読み切れないくらいにおい君、こりゃいかんぞ。地上へ出てきたバラ柔道はあのまま殺すことにするんだ。殺す？そんなことしゃ話がちっとも面白くないじゃありませんか。いかんと言ったらいかんのだ。第一こんな魔獣を大暴れさせて東京の街をめちゃくちゃにするなんて許されることだと思ってるのかね。俺を読んでる子供たちにどういう影響を与えると思うんだ。そんなこと言ったっていいから変更するんだ。隊長さん、あんたは表現の自由を奪うつもりですか。これには東京の運命がかかっているんだぞ。私には生活がかかってんですよ。やかましい、ハッピーエンドにするんだ。やりますよやりますよ、ハッピーエンドにすればいいんでしょ、ハッピーエンドに命光一や科学パトロール隊はじっとして動かないバラ柔道を監視して一週間が過ぎた。ロクさん、こんなこと言ったって無理ですよ。今日でもう1週間経つんですからね。やつは気圧の変化で死んじゃったんじゃないですか。分かったわ、魔王は次の漫画が発売されるのを待ってるのよ。そんなバカな、まゆみちゃんまで困るぜ。おーい、先輩、ごはん。先輩、バラ柔道といつまで入学してんですか。奴は生きてんですか、死んでんですか。いや正直なと僕にもわからないんだ。ぜ、頼りねえの。しっかりしてくださいよ。そうだよ、ダメだな。先輩、双眼鏡見せてください。俺が先で。俺が先で。俺だよ、何だよ、俺が先で。くれ、奴はいつ暴れ出すか分かんないから危険なんだ。さあさあ帰った帰った。じゃあ食べますよ。うん、行こう。ええなあ。あれ、そうか、奴は太陽エネルギーを吸収していたんだ。いらっしゃい。なんだ、ハッピーエンドか。やめた。おかしいな、どうしてこの2巻目は売れないんだろう。来た、おい、
指令するんだ。了解。航空防衛隊、バラジュードンが飛び出しました。奴は都心へ向かってます。もしもし、科学パトロン隊本部、矢野さんお願いします。はい、矢野だ。矢野さん、バラジュードンが飛び立ちました。都心に向かっています。厳重な警戒をお願いします。漫画なんか追いかけてるからこういうことになるのよ。いや、面目ない。しかし魔王デカンだが、漫画のストーリー通りに事件を起こしてるのは間違いのない事実なんだ。だからこそ次の話を変更してやれと思ったんだよ。魔王デカンだはそんな一筋縄でいける相手じゃないでしょ。それもこれもあの漫画家がいかんのだ。きっとあいつ元の原稿を御所を大事にしまってあったに違いない。今度会ったらあいつ、矢野さん、もうそんなこと議論してる場合じゃないわ。うん、そうだ。あ、いや、そうだ。バラジュードンは宮の森団地の方へ引き返していきます。矢野さん、科学パトロール隊としては他に何か攻撃方法はないんですか？ミサイルもバズーカ砲も受け付けないんだ。全く不死身だ。イノシ君、バラジュードンをやっつける何かいい手はないもんだろうか？そうだ、もう方法は一つしかありません。ん？バラジュードンが飛び立った後、太陽熱吸収板破壊装置を穴に仕掛けるんです。やがて太陽熱を補給しに帰ってきた時、それを爆発させて葬るんです。そうか。早速準備させよう。ありがとう。ダメだダメだ、やっぱりアイデアが浮かばない。ハッピーエンドで残酷で立派に面白いなんかできっこないよ。完結編はそれで行くのだ。はい。これ僕のだ。これで泣くちゃ。しかしですね、あの隊長の顔が目の前にちらついて。有名な。この前の本をあの隊長の言いなりになって書いたおかげでさっぱり売れなかったではないか。当たり前ですよ、あの話。そこでわしはお前の原稿に手を入れてやった。言うなればお前の良さを認めているのはこのわしだけなのだ。そうです。よし、ではこれいただきます。ちょうど締め切りに追われて困ったんですよ。出版社のやつが来たようだ。バラ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 。夢野さん。あれ、おお、夢野さん、何をぼんやりしてるんですか？原稿はできてるんでしょうね。原稿は、これです。え、
大丈夫でしょうね。前回のようなじゃ困るんですよ。これが悪かったらあんたもお払い箱ですからね。いいじゃないですか夢野さん、これは面白い。これでいかなくちゃね。よし、足元に気をつけるんだ。バラ従軍のやつ好き勝手に暴れてやがる。このままじゃ東京は焼け野原だぜ。命君、太陽熱吸収板破壊装置は有効なんだろうね。成功することを祈りたい。矢野さんたちうまくいってるかしら。作業完了しました。よし、あとはバラ柔道の帰りを待つだけだ。この穴へ降りた途端その重みで発火ドカーンとくるわけだ。よし、みんな引き上げろ。はっ、早くしろ。バカみ、びっくりするなよ。おい、なんていうことだ。おかしいですね。バカ者、だから言ったんだ、慎重には慎重を期せ。申し訳ありません。それ、もう一度作業にかかるんだ。はっ、おい、しっかりしろ。おい、おめえ、何をびっくりしておるのだ。わしの作戦はバラ柔道の襲撃で予告してあるのだと。何？これ書いたのおじさんでしょ？ああ、サインだったらまたにしてもらうよ。少し田舎に引っ込むんだ。もうこの分じゃいつうちが丸焼けになるか分かりゃしないからね。ねえ、どうしてこんな漫画書いたの？子供には分かんないの。矢野隊長がやめてくれって頼んだはずでしょ。矢野隊長？君は？マウは、おじさんの書いた漫画の通りに計画を実行するって言ってるんだぞ。サンダーマスクを殺すのか？そんなこと言ったと君、今回は特に魔王が直々にストーリーを考えてくれたんだよ。実のところ僕もこんなことになるとは思わなかったんだよ。何が何だかさっぱり分かんない。猪木さんが危ないんだよ。猪木君、矢野さん、魔王のために作戦は大失敗だ。でかんだめ。命くん、こいつだ、こいつだ、命さん、こいつさん、危ないから行かないで。魔王でかんだとバラ柔道をこのままにしておくわけにはいかないんだ。魔王は今度の漫画の通りサンダーマスクをやっつけるんだ。君たちは心配しなくていいんだよ。サンダーマスクはきっと勝つ。中
柔道は吹っ飛びましたよ。吹っ飛んだ。ええ、じゃあ我々の仕掛けたやつが残っていたんだ。それにしても猪木君、君も無鉄砲すぎるぞ。魔王が狙っていたのはサンダーマスクなんだからな。はあ、まあよかったよかった。いや、魔王デカンダに操られていたんですね。いや、自分にその才能があると思えなかったんですよ。いやいや、大した才能ですよ。おいおい、そんなに魔王がやられているのを書いてもいいのかい？見てるぜ、あいつ。どいつ。ちょっと、いや、冗談ですよ。さて、次回サンダーマスクは冷凍光線で人や車を一瞬のうちに凍らせてしまう魔獣ライドン。僧侶に化けた魔王は善良な村人たちを騙して科学パトロール隊の前に立ちはだかる。宇宙の勇者サンダーマスク、悪事を働く魔王デカンダと冷凍魔獣ライドンをやっつけろ。戦えサンダー、今こそサンダー、ゴーゴー行くぞ、二段変身。サンダーキックでぶっ飛ばせ、サンダーシュートで真っ二つ、一万年の眠りから目覚めた勇者は僕らの仲間だ、友達だ。